霊夢。日本の巡航ミサイルといえば、陸上自衛隊の、人に意識地対艦誘導弾が原型なのは知っているだろ？あれ？百式が原型じゃなかったっけ？そうそう、クワトロバジーナが乗っていて、ってんなわけないだろ。人に意識こそ、陸上自衛隊と日本が誇る最強巡航ミサイルなんだぜ。その性能とやら、見せてもらおうかキラリン。ということで今回は日本式巡航ミサイルの原型である、陸上自衛隊人に意識地対艦誘導弾とは？お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、人に意識地対艦誘導弾は、日本の陸上自衛隊が装備する地対艦ミサイルシステムなんだ。ふむふむ。この人に意識と呼ばれる巡航ミサイルは、2012年度から調達が、開始されていて、日本の防衛の要となっているんだぜ。おお、人に意識なしには日本防衛は語れませんわ。そんなわけで今回は、この人に意識地対艦誘導弾を解説していくぞ。この動画についての感想や国防についての皆様のコメントもお待ちしております。それではぜひ最後までお付き合いください。さて、人に意識地対艦誘導弾の概要だが、88式地対艦誘導弾 SSM-1 の後継として開発が始まったものであり、当初は88式地対艦誘導弾システム解と呼称されていたんだ。ふむふむ、試作は2001年から行われており、2012年から調達が開始されているんだぜ。88式の後継ってことは、かなりすごいミサイルよね。これだけすごいミサイルだと、お値段も高いんじゃない？その通りで、開発所要経費は約138億円にも上るんだ。わお、鼻血出そう。出すなよ。まあ、その製造は三菱重工業によって行われているわけだぜ。天下の三菱様ね。そして、艦船における対艦ミサイル迎撃能力の向上に対応し、主にミサイルの生存性向上が改良の主眼となっているんだ。どんなシステムなのかしら？もっと教えてマリサ。さて、本システムは次のように構成されているんだ。なになに？まず、捜索標定レーダー装置が2機、2分の1トントラックに搭載されていて、中継装置が1機、こちらも2分の1トントラックに搭載されているんだぜ。ふむふむ。そして、指揮統制装置は1機で、3トン半トラックに搭載されているんだ。射撃管制装置に関しても1機で、3トン半トラックに搭載されているんだぜ。おお、しかも、発射機搭載車両は1から4両及び誘導弾が6発1両あたりもあるんだ。これは強い確信。また、弾薬運搬車も1から4両及び誘導弾と呼ばれる予備弾も、搭載しているんだぜ。これらも1両あたり6発を7トントラックに搭載しているんだ。他にも何か搭載しているものがあるのかしら？いや、これで搭載している兵装は以上となるぜ。以上です。さて、人に意識の本システムは、以前の88式地対艦誘導弾より次の点で優れているんだ。なになに？なんなのよ？それが、射撃に関する能力の向上なんだぜ。射撃能力の向上か。また、目標情報更新能力の向上も図られているんだ。どんなところが優れているの？まあ、目標を判別するために、目標代償判別能力と指揮統制機能の向上が図られているんだぜ。これで、精度は抜群ですわ。さらに、命中点のばらつき低減も大きな特徴で、様々な目標物を華麗に破壊していくんだ。無駄無駄無駄。そして、再装填時間の短縮により、連射能力も向上しているから、敵に逃げ場はないぜ。目標を確実に破壊できるわね。また、残存性の向上も図られていて、その他にも、同時弾着機能の高精度化もされているんだ。なんだ、ただの最強か。最強な点はそれだけじゃなくて、高射角での発射が可能で、飛型追跡機能も向上しているんだぜ。ええ？そんなに？これじゃもう、逃げ場なんてどこにもないじゃないの。ああ。おまけに、ライフルサイクルコストも抑制されているから、兵装を無駄なく再利用可能だ。もはや、トータルで最強だわ。まだまだあるぜ。誘導についても、従来の、管制誘導中間プラスアクティブレーダーホーミング終末に加え、中間誘導に GPS 誘導が追加されているんだ。まだアップデートされているところがあるの？あるんだな、これが。中間誘導に GPS 誘導が追加されたことにより、もし誘導弾発射後に目標が大きく、移動したとしても、GPS による補正で対応できるため、命中精度も大きく上がっているんだぜ。なんだと？また、目標更新能力、識別能力、飛型追随能力が改善されているのも見逃せないポイントだ。なんそれ？強いの？強いも何も、88式地対艦誘導弾が障害物のない開けた場所でしか、射撃できなかったのに対して、山陰や谷間などに隠れて撃てるようになっているんだぜ。ははは、もうプーちゃんに逃げ場はないわ、震え。
まあ、これにより、敵航空機から発見されるなどの危険性が、低下して、誘導弾を操作する隊員の生存性も向上しているしな。シュウちゃんも、逃げ場ないですよ。そもそも、人に意識は敵に対して撃つものじゃないんだが、他にも、発射機への、誘導弾再装填時間の短縮も図られているから、抑止力になるのは確かだぜ。確かね、でも、人に意識ってどうして、そんなに優秀なのに認知度が低いのかしら？人に意識が認知度が低いのは、日本国民の自衛意識が低いのが理由かもしれないな。なるほど。だが、人に意識地対艦誘導弾能力向上型巡航ミサイルが、さらに、パワーアップすることで、認知度も高まるかもしれないんだ。なんですと？実は、2020年12月18日の閣議でスタンドオフ防衛能力の強化が決定され、人に意識地対艦誘導弾にさらなる長射程下と、多様なプラットフォーム地発型、艦発型、空発型からの発射能力を加えた、人に意識地対艦誘導弾能力向上型の開発が決定しているんだぜ。なんだよ、早く言えよ。その後、2020年度に行われた地上発射型の事前評価では、2021年度から、2025年度まで394億円をかけて開発される予定が組まれることになったんだ。ふむふむ。また、2021年度に行われた地上発射型に艦艇発射型と航空機発射型も含めた事前の評価も上々で、2021年度から2028年度まで総事業費999億円をかけて開発する予定になっているんだぜ。おお、はよはよ、人に意識の新型はよ。落ち着け霊夢わら、この開発には ASM3、人に意識地対艦誘導弾及び、当初防衛用新地対艦誘導弾の成果が活かされているんだ。さらに、長射程下のため、大型の展開主翼と、ジェットエンジンの作動領域拡大、RCS 低減のための団体形状のエッジ処理、人工衛星経由の、対地上装置間データリンク、マルチプラットフォーム化などの技術開発が行われているんだぜ。そんなにパワーアップしてるの？ああ。しかも、産経新聞によると、予定される試契約者は三菱重工で、現在の射程約200キロから当面は、900キロを目指して開発されているが、最終的には射程1500キロまで延伸される予定とのことだ。強すぎる。さて、2022年11月6日、相手拠点への打撃力を持つことで、日本への攻撃を、躊躇させる反撃能力の保有を念頭に防衛省が導入する長射程ミサイルについて、ある検討が行われたんだ。どんな検討なのよ？どうやら、おおむね10年後までに必要量の1500機規模を確保する方向で検討が行われたんだな。必死の中止しながら全力で検討する、案件じゃないことを祈るわ。まあ、当面は米国の巡航ミサイルトマホークを購入して、中長期的に国産ミサイルの量産体制を整える方針のようだがな。ふむふむ。そして、このスタンドオフミサイルの柱となるのが人に意識地対艦誘導弾と言われているわけだ。スタンドオフ？そもそも、従来型の人に意識地対艦誘導弾は円筒形の一般的な形状の対艦ミサイルだったわけだが、能力向上型は機体を大型化した上で形状を一新し、ステルス性を高めた角張った形状となっているんだぜ。もはや能力向上型とは名ばかりで、完全に別種の新型ミサイルだと捉えてよいわね、ガクブル。なお、ステルス形状化することは以前から報道されており、情報公開請求で概略図も判明済みだったんだがな。だから、そういう情報は早く言えよいかり。そんな能力向上型の特徴だが、機体の大型化と主翼の装着で、射程が200キロから1500キロへと増大しているんだ。そんなに増えちゃっていいのか。また、ステルス形状化でレーダー反射断面積を減少し、迎撃突破率の向上、衛星データリンクとミサイル間 UTDC アッププーデートコマンドも搭載済みだぜ。なんだよそれ、UTDC なんて聞いたこともないんですけど。これは簡単に言えば、速力については音速なので、射程を大幅に増大させると、到着までにかなりの時間がかかり、その間に目標の敵艦が移動してしまうので、敵艦の最新位置情報をアップデートするために、衛星データリンクを経由して飛行中のミサイルに送るわけだ。なるほど、これが UTDC アッププーデートコマンドなのね。ああ、この他に GPS の誘導補助もあるんだぜ。つまり、人に意識地対艦誘導弾は、対艦ミサイルとして開発されているものの、対地攻撃能力の付与は容易なわけだにゃ。そういうこと。なお、亜音速の巡航ミサイル対艦ミサイル含むは飛行プロファイル次第で射程が大きく変わるんだな。ほほう。だから、空気が薄い航空を飛べば射程は大幅に伸びるわけだが、敵に見つかりやすくなり、見つかりにくい低空は空気が濃く、射程は減少してしまうんだぜ。難しいわね。
また、巡航ミサイルは迂回飛行を行って、遠回りしながら敵が予想していない方向から、奇襲する使い方なので、最大射程をそのまま有効射程として使うことはあまりないんだ。ということは、たとえ1500キロの最大射程があっても、実用的な有効射程はもっと短くなるのね。そういうことだぜ。さて、北朝鮮が1日に数十発のミサイルを発射する状況について、小野寺逸則元防衛相は北朝鮮が数で相手の対処力を超える飽和攻撃を訓練しているのは深刻だ。ミサイル防衛で対処しきれない抑止力を高めるために反撃能力的基地攻撃能力が早く必要だと話しているわけだ。深刻ですね。だからこそ、この深刻な状況を打開する、抜本的な対策が必要なんだぜ。岸田さん、お願いします。いかがだったでしょうか？今回は人に意識地対艦誘導弾の特徴や今後の改良を主に、紹介しましたが、最大のポイントは、C 国大陸までを射程に収めるミサイルの確保なわけだ。そもそも、人に意識地対艦誘導弾は開発当初よりファミリー化を想定して作られたミサイルなんだぜ。人に意識ちゃん、有能すぎると思うの。だが、我が国においては衛星による追尾能力や即位システム、情報更新能力が、脆弱であり、本格的な巡航ミサイルの運用が困難な時代が長かったんだな。そうよね。また、政治的な事情も作用し、今までは敵基地攻撃能力は愚か、長射程の、ミサイル保有もタブー視されてきたため、能力を制限されていたんだぜ。でも今、もともと巡航ミサイル化を想定されていた人に意識が、満を持して当初の計画能力を保持しようとしているのよね。ああ。そして、日本の国防は合理的でない面が多岐にわたる反面、政治意図に関わらず進み続けている側面もあるわけだ。現実的じゃないシステムは有事の際に機能しないし、誰も守れないしね。だからこそ、国民一人一人が理解を深め、注視していく必要があるんだぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。